さて、いろいろあったが今日は28日目か。あ、いつの間にか前回の刑務所よりも時間がかかっちゃっているね。でもやっと前回脱獄の経路が予測ついたんだよな。屋根の上のを伝ってひび割れた石レンガのところまで行く作戦だよね。とりあえず自由時間に脱獄経路を確認してみようぜ。そうだね、自由広場から見えるかな。多分、自由広場からも確認できる範囲だと思う。さて、二人とも反省したかな。丸一日いたんでさすがに反省しましたよ。もう二度と懲罰房に入らないように頑張りたいと思います。そうだね。次やったらまた違う処遇になると思う。だからこれからはおとなしくしているんだよ。監視長、肩でも揉みましょうか。いや、別にそういうことはしなくていいんだけど。明らかにこびていて笑うんだが。違う違う、こびてないですよ。ただただ毎日大変な監視長に癒しをあげようと。このタイミングで肩を揉むって行為が怪しさ満点だからね。懲罰房にもう少し入れておいた方が良かったかな。いやいやいや、それは勘弁ですって。今日は珍しくこっちから入るんですね。まあ近い方から入った方がいいでしょ。やったー、ちょっとだけ久々の自由広場だー。それじゃあ食事の時間までここで過ごしてねー。了解です。ほら見てみ、ここに突っ張り棒みたいのがあるじゃん。本当だね。思い返せば最初からくっついてはいたけど、正直これはこういうものなのかなって思ってた。この違和感に最初から気づいていれば早い段階で脱獄ルートが分かっていたかもな。じゃあ改めて脱獄ルートを整理してみようか。そうしよう。途中までは前々回の夜と同じだよな。まずは鍵を使ってバルコニーに出て、その後に処刑場の上に飛び乗るって感じ。そうだな。それで食堂の上の建物に乗ったら、そこからこの棒を伝って、この自由広場の鉄格子の上部分を通り、私たちの棒の上にたどり着くって感じかな。そして最後にあの巨大なひび割れた石レンガを掘って脱獄。うん、問題ないと思う。よし、今回こそはうまくいきそうだな。でもさ、また監視塔から監視見てたらどうしよう。あ、それなんだが私に良い考えがあるぞ。お、果たしてその心は。監視塔に侵入するために作った透明ポーションを使って安全に脱獄するって方法だ。なるほど、そういえば二つくらい余っていたよね。ちょっと下のチェストを確認してみようぜ。透明化したらほぼほぼ監視から見えないからね。警報を鳴らされる心配もないっていう。まあ若干エフェクトが出るが、監視塔からの距離じゃ確認できないと思うしな。さて、チェストの中にはしっかり透明ポーション入っているな。それぞれ一つずつ持つ感じでいい。そうだな、なくしたりするんじゃねえぞ。大丈夫だって。ダイヤモンドツルハシも使うから持っていかないとな。あ、そうか、チェストに入れっぱなしだったんだね。このスライムで遊ぶのも今日が最後になりそう。最後くらい楽しんであげようぜ。飯塚監視長の渾身の遊具だからな。あ、監視長来ましたね。そろそろ飯の時間か。監視長、開けてください。終了だよ。なんで今ちょっと泳がせたというか変な間があったんですか。レバーを下げるのに少し手間取っただけだよ。飯塚監視長も可愛いところがあるんですね。今日の霊夢、めっちゃ煽ってきてない。これはあれですね、全く懲罰房での反省が見られてないので、もう一度あの暗闇にぶち込みましょうか。よろしいならば戦争だ。戦争とかしないで普通に食事済ましてね。めちゃくちゃ正論言われてしまった。さて、食料はここである程度確保しておこうぜ。刑務所での最後の晩餐をゆっくりしたい気持ちもあるけど、刑務所から出た後のことの方が大事。ところで脱獄はどのタイミングでやろうか。刑務作業の時間に行っちゃうってのもありだと思うけどね。それか最後の房内待機の時に行くか。正直房内待機が一番安泰ではあると思う。まあなあ、じゃあ刑務作業は普通にこなしておくか。どうせ最後だからな。飯塚監視長に感謝の意を込めて刑務作業をしっかりやるというプレゼント。いや本当に感謝しているのなら脱獄なんかするなって話だよな。それ言われたらグーの音も出ません。あ、監視長来たな。開けてくれー。いや開けないんですか監視長。終了だよ。え、鉄扉を破壊しました。しかも下の石レンガまではまっちゃいました。助けてください。早く出ないとそこに埋めるよ。その力を見せつけられたら割とマジっぽくて怖い。今日は刑務作業でしたっけ。そうだねー。また新監主要休憩室の装飾を二人にはやってもらおうと思ってる。あ、この前の続きをやるって感じですかね。割と中途半端な状態で終わっているでしょ。そうですねー。前回はカーペットだったり絵画だったりを駆使して装飾を頑張っていましたけど、家具というか椅子とかテーブルは何も置けていませんからね。一応休憩室だからね、椅子とかテーブルとかは置いてもらわないと使えない。そりゃそうですよね。マリサの力作のシャンデリアはどうでしたか。あ、あれシャンデリアだったんだね。そもそも分かってもらえていなくてくさ。はい、じゃあやることはわかるよね。チェストの中身のアイテムを使って装飾すればいいんですよね。そういうことだね。よっしゃ、任せてください。いい監視用休憩室期待しちゃってください。
ここはバルコニーからめっちゃ遠いし、普通に刑務作業やる感じでいいだろ。最後に椅子とテーブルだけ作ってあげるか。って思いっきり浮いちゃってるじゃん。カーペットの上って置けないんだっけ？置けない？そういう感じで浮いてしまう。だからこうやって置きたいところのカーペットを一時的に取り除いて、椅子とかテーブルを置いていけばいいんじゃないか。絶対これ順序逆じゃない？カーペットを敷く前に椅子とかテーブルを置くべきだったな。先に言ってよマリサ。いやお前がカーペット勝手に敷き出したんだろ。いいんじゃない？こういう縦長のテーブル。食堂の雰囲気出てるじゃん。やっぱこういうテーブルってあるよね。どこの食堂もこういう感じだよな。長いテーブルとは別にこういう4人用のテーブルも用意する感じね。友達がいない人は長いテーブルで食べてください。あれね、ウプ主の大学生みたいな感じね。誰がぼっちぜ？うん、なんか今変な声が聞こえたような。え、気のせいじゃない？怖い怖い。でも結構いい感じになったんじゃないか。確かに私たちが使いたいくらいだね。もういっそのこと囚人用食堂にしちゃっても。そうだよねー、あの食堂カーペット敷いてないし。今の食堂に不満があるんだね。あ、監視長いたんですか？ここを囚人用食堂にするみたいなことも言ってたよね。ってマリサが言ってました。おいふざけんな。マリサ、君は優秀だと思っていたけどそういうこと思っていたんだ。そうですよ、悪いやつなんですこいつ。霊夢はなぜそこまでして私の株を下げたい？っていうかそれ以前に私のこと優秀だと思われていたんか。懲罰房に入った時点で優秀ではないのでは。あ、じゃあマリサ優秀じゃないわ。めちゃくちゃ適当じゃないすか。じゃあ二人とも房に戻るよ。了解しました。わかりました。新監視用休憩室はこれで完成ですかね。あとは実際に使う監視や職員たちに見せて気に入ってくれればこれで完成かな。なるほど、気に入ってもらえることを祈ります。それじゃあ二人とも棒の中に入ってねー。了解です。わかりました。それじゃあ明日の自由時間まで待機だよ。監視長は行ったか？少なくともここからは見えない。大丈夫じゃない？よし、行くぞ霊夢。了解、じゃあね、飯塚監視長。しっかりそこは閉じるんだね。脱獄の証拠は全く残さない。これはどういうルートで行くの？とりあえずこっちから逆側の水路へ行って、向こうから地上に出てバルコニーへ向かおうぜ。了解。蜘蛛の巣に引っかかった。大丈夫か？大丈夫大丈夫、すぐ取れるから。よいしょっと。もうこの辺で透明化ポーション飲んじゃおうぜ。大丈夫かな？効果切れない。思っているより効果長いから大丈夫だと思うぞ。じゃあ帽子をしっかり取って。オッケー、これで透明になったはずだぜ。オッケー、私も飲んだよ。よし、バルコニーへ向かうぞ。透明になっているから全くわからないんだけど、マリサちゃんと前にいるよね。今は裁縫とか印刷とかある刑務作業場の前を通っているぜ。あ、それなら大丈夫だね。もうちょっとでバルコニーに着くぞ。よし、バルコニーに着いた。鍵を入れるぞ中に。開いた、私も中に入ります。よし、まずは最初の難関、向こう側に飛び乗れるかだな。落ちないように気をつけてね。危ねえ、私はこっち側に来れたぜ。よし、私もこっちに来れたよ。じゃああとはあのひび割れまで行けるかどうかだ。警報も今のところは鳴ってなさそうだね。
地味にこの突っ張り棒みたいの渡るのが怖い。警報は大丈夫そうだから慎重に渡っていこう。怖すぎる。落ちたら最初からだもんな。でも脱獄している感じはめっちゃ出てない？わかる、建物の上とか通っちゃったりしてな。よし。ついに来たぞここまで。霊夢もちゃんとついてきているか。大丈夫、しっかりひび割れた石レンガの前にいるよ。じゃあ掘ってみるぜ、外に繋がっているのか。お願いします。これ飛び乗って大丈夫かな。微妙な隙間があって怖い。ああ、これは外。だよな。間違いなく外、誰が見ても外だよ。ついに来た、脱獄だ。よっしゃー、逃げるぞー。穴がでかすぎて目立つから急いで刑務所から離れようぜ。了解、マリサについていくよ。こっちだぜ霊夢。よし。なんとかここまで逃げてきたけど、こっからまたどうしましょうね。また情報収集するか。そうやってまた前回の二の舞になったらどうするの。いや銀行強盗はさすがにしないさ。それならいいけどさ。真面目に生きていこうぜもう。真面目に生きていくなら脱獄なんてしないよね。え。どうやら君たちのことを甘やかしすぎたようだ。僕の言葉も二人には響かなかったようだね。違うんです。これはその。霊夢、逃げるぞ。え、あ、わかった。今からすぐに君たちを捕まえてこの場で処刑する。やばい、追ってきてる。振り向くな、逃げることだけに集中しろ。もう諦めた方がいいよ、どうせ逃げられないんだから。やばい、海じゃん。どうしよう。マジかよ。ここで終わってしまうのか。いやいやいや、なんかないか。この状況を打破する秘策はあるか。あ、あそこにボートが落ちてる。これは奇跡じゃないか、今すぐ乗り込むんだ。やばいやばい、早く出るんだ霊夢。せかさないで。は？は？いた。お前は？やっと見つけたよ、父さん。ジェームス。よっしゃ、なんとか逃げ切ったよ。危なかったな。あと少しで捕まるところだったぞ。ところで、ここは一体どこなんでしょうね。ここは、海のど真ん中です。どうするんのこれ？知らねえよ、お前だろ運転したやつは。急いでたから仕方ないじゃん。雨。マジで、この状況で雨降るのやばくないか。しかも豪雨。これはまずい。やばいやばい、これは終わったのでは。今回の任務の報告をしに来たが、団長はどこだ。いや、例のものは処理ができたか。団長、問題ありません。サフィーの証拠はすべて処理してきました。よくやったな。まさか誰もあなたが団長だと思ってないでしょうね。そうだな。私が団長であることは誰にもわからないだろう。ですね。誰も飯塚幹事長がサファイア団のボスだなんて思いもしませんよ。サフィーのミスも解消した。あとは霊夢とマリサを始末するだけだ。
策は考えてあります。次はピーベン刑務所あたりに収容させましょう。よし、それならば早速動くぞ。お任せを。マリサ、ここはどこだ？これは、島か。え、あの豪雨で私たちここにたどり着いたの。どうやらそうらしいな。だから船で逃げるなんて言わなきゃよかったんだ。だってそうしないと逃げれなかっただろ。ああ、もうどうするんだよこれ。脱獄した次は変な島から脱出しないといけないのかよ。ご視聴ありがとうございました。概要欄には生声実況チャンネル、実写チャンネル、ツイッター、ミルダムの URL があります。生声実況チャンネルではゆっくりの撮影裏側、実写チャンネルでは普段使っている PC 開封動画やうプ主の日常、ツイッターでは動画の最新情報、ミルダムではマイクラ配信やゆっくり実況のネタ制作も今後行う予定です。よかったら皆さんそれぞれチェックしてみてください。それじゃあ次回の動画でまた会おうぜ。